これ以降は物語の都合上、さも私の体験談かのようにお話しさせていただきますが、その点についてはご容赦ください。まずこの私と愛子と大豪邸のストーリーの概要を簡単にお話ししますと、20代で日本人女性と結婚し、子宝にも恵まれて幸せな生活を送っていた私が妻に先立たれ、フィリピンパブにハマったことがきっかけで、